今回は10月19日の調整で構造力上昇に固定値が追加されたノーマル安田長秀を紹介していくよ。経略効果は地区温度知力プラス9速度プラス90高張力 1.3 倍足す固定値 2% 武力ダメージ 40% 軽減がと武力上昇のない代わりに複数の効果があって、効果時間9カウント終了時に撤退、計略名やカテゴリーは特効やけど操作可能。防御効果があるとはいえ武力3のままやから戦闘で好調を取るのは厳しい。その代わり速度上昇で終盤に一発もみ取ることに長けた計略で、僅差の試合に使うことが多いから好調力のあまり調整は大きいね。かかれの方かかれ、うわよ切られる時が来たか。ノーマルヤスタは1コス武力3気合持ちの戦闘力を目当てに採用しやすい。同勢力のノーマル関係は安田の効果終了時撤退の前に生贄にすることができて相性も良い感じ。突撃流派発動一の方報復の時雑魚がうじゃうじゃ固まりやがってよ。かかれ敵陣はどっちだ。武田の勝利のためこの命を燃やす。狙い撃て。はいはい。死ね。乱ってのは生きるための戦いだ。うわぎゃー。うわよ。メゴメゴ。戦機解放。
騎兵隊に告ぐ、カラスどもを踏み殺せ。ザコがうじゃうじゃ固まりやがってよ。バカチンが。すべて壊すだけさ。獣の運。ユーハ、発動。三の肩。死ね。危なかったな。突撃！切られる時が来たか。天気解放。どっちだ！突撃！最後まで陣頭に立つさ、バチモノめ。報復の時。バチンガ！六門戦は勇気の証。ぶっ倒れるまで突っ込むぜ！流派発動。二の肩。二の肩。突撃！ほら！危なかったな。突撃！うわよ！敵陣はどっちだ？バカ陣が！かかれ！おらよ！北条五色の力、結集させよ！流派発動！
一の型流派発動一の型わかれなんてのは生きるための戦いだ切られる時が来たか死ねバカチンガ死ねみんなすまねえ死ねわかれ死ね報復の時バカチンガの中で朽ちてゆけバカチンガー敵陣はどっちだうらよ死ねかかれうらよ流派発動二の型うらよう、うらよう、流派発動三の型死ねえ
動。三の肩、流派発動。二の肩、もう一度働きするか。北条五色の力結集させよ。化け物め、お前の国を落としたのはお前自身。ご視聴ありがとうございました。